バクーシティサーキットはアゼルバイジャンの首都バクーに仮設される市街地サーキット。2016年にフォーミュラ1ヨーロッパグランプリが開催されている。2014年7月に会一開催契約が発表され、同年10月にバクー市街地を利用するコースレイアウトが発表された。設計は近年の F1 開催サーキットのデザインを一手に、 引き受けているヘルマンティルケ事務所が担当する。カスピ海に面するバクウの新旧市街地を舞台にした左回りのコース。一周約 6km は、海一開催コースの中では、ベルギー GP が行われるスパフランコルシャンに次ぐ長さとなる。設計者のヘルマンティルケは、世界最速の市街地コースとなると語り、 平均速度時速 211km、最高速度時速 340km を記録すると予想されたが、2016年の F1、ヨーロッパ GP では、バルテリボッタスが予選中に時速 378km を記録した。なお、会一の公式最高速度記録は2005年、イタリア GP で、 ファンパブロモントーヤが記録した時速 372.6km である。近年の爆風はユーロビジョンソングコンテスト2012、2015年ユーロオリンピック、サッカーの UEFA ユーロ2020などの国際的イベントの誘致に熱心な姿勢を見せている。モータースポーツでは、会一に先立ち GT カーの行動レースが開催されている。2012年の バクーシティチャレンジは、ガバメントハウス周囲の約 2.14km のコース。2013年の FIAGT シリーズ最終戦、2014年のブランパンスプリントシリーズ最終戦は、バクーワールドチャレンジとして、フラッグスクエア周辺の約 4.38km のコースで行われた。初年度の二千十六年は、予選、決勝とも現地時間午後五時スタートの、 と、ワイライトレースとなるが、日没が午後9時以降であるため、照明設備は、用意されない。ただし、伝統のルマン24時間レースと日程が重なった。上に、2時間の時差がある都合上、ルマンのフィニッシュ時刻とヨーロッパ GP のスタート時刻が、重なる形となった。翌2017年は、アゼルバイジャングランプリと名称を変更して、開催される。なお、日程の移動により、 ルマン24時間レースとの重複は解消されている。バクウシガイズピット施設は、バクウシティチャレンジの時に使われたガバメントハウス周辺の敷地に設けられる。セクター1は、直線と90度コーナーを組み合わせた典型的なストリートコース。ターン6から7間の直線は防護壁を隔てて、ターン19から20間の直線と対面走行するような格好になる。 セクター2は、ユネスコの世界遺産に認定されている旧市街地、イチリシェヘルの城壁の周囲をめぐる。北側のシェマハ門付近にあるターン8から11にかけてのスラロームセクションは、車1台がやっと通れるほどの狭さである。ターン14から先は、下り坂となり、ターン15の出口は、アウト側の壁にヒットしやすい。セクター3は、 海岸沿いのブールバールに沿って走る高速セクションで約2 2トルにわたって加速区間が続く。一部区間は旧市街地の石畳の道路を使用するので保護シートの上に簡易舗装工事を行い、レース後はまた元の状態に戻す。本来市街地コースではダウンホースを稼ぐ空力セッティングは施すが、バクーは直線区間が長いため、 ドラッグを減らす妥協点を見つける必要がある。バクーの名はペルシャ語で、風の街を意味し、その名の通り強風が吹くと、空力的依存度の強い F1 マシンでは、走行に影響を受けやすい。2016年ヨーロッパグランプリと2019年アゼルバイジャングランプリで、バンホールの蓋の外れるトラブルに見舞われており、予選からバンクルワセが起きることで有名で危険なコースである。 ありがとうございます。